ちょ来てるか。いやー、なんで。こんばんは。何したの？なんかタオル。横にしよう。タオル配信がやばくて。漏れない。あ、ウィース。肌が燃やしたくて。いや大丈夫です。ほらほら。すげえ。すごくない？ちょっか。それ何？モナカ担当するね。モナカやばい。せんべいじゃないの？担当せんべいじゃないのそれ？こんにちは。こんばんは。下半身はどうした？はい、ありがとう。何味？北東？何これ？ミポリンにもらった。あ、待って、ルガに今もらったもの紹介させてほしい。じゃあ持ってきてあれ、うん、ルカが持ってくるね。ルカが顔出し NG だから、うん、ルカ顔出し NG だから無理です。ルカが来れた？うん、ルカがなんかこの後ゲーセン行くからあげるとか言って。え、来てるか？今日撮ったん？そうそう、今日撮ったん？すごくね。ルカちゃんからなんかもらった。すごっ。かわいい。私もさ、え、天使の、天使のシーコーのやつ、かわいい、買おうとしてた普通に。ん？メルのお借りで。マジで？うまいこれ。あ、おいしい。うん。おさもれ。ルちゃんゲーセン行くから顔出し NG。ルカ実家ゲーセンらしいよ。言われてるよルカ。実家どうや。住んでないやゲーセンに。ちょっと疲れた。あ、署名されたの。花今日ね、レッスンの前にレッスンの前にマックでモバイルオーダーして、なんかあの混みすぎて受け取らないでそのままレッスン来て、めっちゃおもろかった。一生これ。うん、やぶい。だから今から冷え冷えの取りに行く。まだまだ待ってくれてんのそれ。捨てられてたら。何買った？ハンバーガー？え、ハッピーセット。チーカワ？チーチーカワにした。チーカワやばい。なんかありがとう。まあ、ありがとう。え、入ってない？入ってない？あ、お。猫の日ありがとう。それではインタビューしていきたいと思います。はい。ちいちかちゃん、今日の気持ちは？え、なんかすごい楽しいです。はい。あ、おとわりしそう。これミホリンが、うん、誕生日だったんですけど、はい、どうですか？え、でもなんか0時ぴったりに LINE 送ったのが私だけらしくて、ちょっとなんか2人に言いたいことある。ちょっと集まって、ちょっと集まってるか。ごめん、あのぼーっとしてたら6分過ぎてた。え、それが一番やばい。あの朝に送るとかならわかるけど、その0時の中途半端な0時台が一番地雷踏んでる。準備してたのに、うん、ちょぼーっとしてたら、うん、え、ルカは何時に、はい、何時に会いした？はい、ルカは、なんかちょっと10時に送ろうと思ったけど、なんかちょっと気持ち悪いかなって思って、うん、気持ち悪いって言ってる。え、私のことキモいってこと？ちょっとなんかガチすぎるかな。ガチすぎるかな。私ガチだよ。ガチで祝いたいやで。え、3時で文章の長さが3時やばくない？普通に不健康すぎる。違う違う、午後3時。え、長さやばい。見せて、もう一回。ちょっとでいいから見せて。見せるな。あ、見せれないんだ、私。そうだ、これだから見せれない。やばい。
すごくね。え、ルカはルカ一行、うんうん、私もルカから来たさ、なんか誕生日の日の夕方ぐらいになんか忘れた頃にこう、いちかおめでとうみたいなポッて来た。ファンの人のツイート見て思い出したのかな。すごい音するけど大丈夫。そんな硬かったっけ。うん、何時、あ、まだいけるか。落ちちゃった。あ、サブナさんありがとう、ありがとう、ありがとう、ニマジでありがとう、ありがとう。トラちゃんせんべい、クッキーじゃない、うん、おいしい。あの、カワラせんべいって感じ。うん、にわかせんべい食べたことある。ひなさん、ありがとうございます。ルカすっぴんじゃないけど、映ってくれない。ルカが映るとバンされるもんな。そうそうそう、センシティブだから。かわいい。でも私見たのよ、配信。結局みんな見てたな、ルカ以外。ルカとアンピー、ルカを見てた、見てた。すごっ、感動した。ルカが見てるなんて。どう思った？ハナコロロめっちゃ美味しそうだ。え、そこ見てない？どうだった？ルカ。ん？どう思った？ルカも買う。大阪に。コロロかよ。あ、大阪以外は多分ネットかな。調べたことあって、一回コロロハマった時期にそれか。いや、マジで最初らへんはマジ大行列やった。マジ。あの、ほんま朝から行列で。売り切れとか言ったけど、買えた、うん、最近は並んでる。おいしい、これ買ってきてるわ、次のお土産で。え、ルカ、私今日食べたよ、セブンのドーナツ。どうだった？美味しかった。なんか、揚げてる感がなかった、やっぱりなんか、ふわふわだ、あの、なんか揚げ物感あんまなくて。え、置いてる店舗、店頭。そう、揚げてる。え、あの、コロッケじゃない、あの、肉まんのとこにある。すごい。え、普通にマヨレ。いやー、楽しみ。美味しかった。私今日も7限までテスト受けてたの、偉すぎて。どう思うか、何時に起きたか言ってみルカ、何時に起きたか言ってみ。ダメな、リアル3時。え、ハナはリアル3時。3時やばい。でも朝起きてたよ、なんか朝そう、なんか昨日あの LINE が返ってきたから朝。お初いしてるじゃん。お初い、お初いしてるから。そうそう、お初いしてるから、あれ起きてるやんって思うんだけど、なんか二度寝してるんだっていつも。すずさん、ありがとう、ありがとうね。山内さん、ありがとう、ありがとう。あきさん、ありがとう、ありがとう。え、長文送って、長文で帰ってきたの、花え、長文で帰ってきた。私にはなんかそれ見て泣いてた、一人で泣くな。え、感動した。もう花ちゃん、なんかお誕生日やのにみほりんが、うん、花のことめっちゃ褒めてくれんねん。なんかどういうこと。関係ある、そこに。誕生日の時はちょっと上から行くの。なんかまず感動した。で、その返事がゴリラ。え、なんかちょっと確かになんか結構いい波に来てたらけど、なんかゴリラ。なるほどね。関西弁の人長文すぎて怖いって。どういうこと。誰が誰が言ってんのそれ。誰が言ってんの、言ってみ。おい、君かよ。殺さんで。怖いね。これ紹介しないと。チャリティー T シャツ。めっちゃチャリティー T シャツは。チャリティー T シャツ紹介しないと。着てんの。え、でもめっちゃおしゃれよ、私今日。普通におしゃんじゃない。え、マジおしゃんじゃない。なんか嫌じゃない、ルカ。おしゃんじゃない、こんなズボン履いちゃって。インとかしちゃってね。おしゃれ。インとかしちゃってない。ダメ。いちかはダメ。純粋でいってます。そう、私さ、みんながさ服くれるからさ、まだ自分で買ったさおニューの T シャツ着てないんだよね。やばい。めっちゃ汚い今日。へー、花おはよう、ツイート早すぎるって。え、じゃあ二度寝前提でな。最近6時半ぐらいにパッて起きて、で7時にアラーム鳴らしてんのに鳴らへんねん、7時のアラームが。一回携帯開いたら多分。だからいつも寝坊す。でさ、学校期間始まったから、うん、
うん、自分らはあの9時からそうなんやなツイートできひんねん。マジかわいそう。だからほんまに命がけやねん最近で、ショールームもできんくなったから、うんうんうん、8時から17時まで。だからマジで好きなお洋服の系統、花は韓国系、違う、あ、そうそうそう、あ、ルカは地雷系ルカは地雷系ルカは地雷系ロリ系やん。ルカはロリータ日本誇るべき文化かわいいよね。靴本さ、ゆるすぎてさ、髪ゴムで留めてんのかいとかちょっと待って、見てこれ目を使ってこれやばい、またさ、カーテンのやつとかあるじゃん。ウエストとか深すぎてさ結んでんじゃない。やばい。なるほど、ミホリにあげた服センス良かったの。え、それだ。しかも私、あっちも選んだから、私が
そうブラブラしてて、でワンピースがなんか店の一番前にあって、あこれミホリンやなって思って買ったんだけど、あの花にも買おうと思ってんよ本当は。あ虹かかったレインボー。そう花花えっけど何するか。間違えた。ルカ出演してこい。ルカがお土産くれて、お土産くれたの、お菓子、なんかパイナポーの。それをなんか開けたらちょうどなんか日本語で説明書いてって、それでルカうちらにお土産買うの忘れてて羽田で買ったのかなって思ったら、なんかちゃんと隣のページはなんか韓国語？違う台湾語？中国語？中国語でちゃんと書いてあったんだけど、なんか私が最初にパッて見たらなんか説明全部日本語で、やべルカ旅行中にうちらのことなんか忘れてな、ルカな、しかちゃんと台湾のところで買った。まだ食べれてないよ。食べて今から。台湾のプリクラとかあるの？ん？台湾のプリクラとかあるの？ないか。ないんじゃない。台湾のゲーセンは台湾のクレギも。台湾はなんか屋台あんじゃん。屋台もいっぱいあるの、ゲーセンが。え、射的みたいなやつ？違う、クレギュー。すごすごかった。すごあミスった。うるさいよ、ごめん。そうやばい、あと5分だけど屋台にゲーセンあるの知ってんの？すごい。すごい。それは旅行してるときはみんなのこと忘れて、ちょっと冷たくない？いつも考えてた。やんな。やんな。いつも考えてた。やんな。タピオカ飲みながらいつか元気かな、鼻元気かな。大丈夫かな。だよね。いや違うで。違うで。やんな。みんな台湾行ったことあるのいいな。フルマさんで楽しいな。わあ泣きそう。じゃあちょっと終わるね、そろそろ。ごめんね。なんかありがとう、ライナ、ありがとうみんな。おやすみ。ちょっと今日読めない、ごめんね。ちょっともうあの出禁になりそうだからスタジオえ、この線とかって片付けなくていいんだっけ？あ、修学旅行で台湾ずるくね、普通に。どこ行くの？あ、もう行ったのか。沖縄。沖縄行きたいかも。ありがとう、またね。バイバーイ。ルカバイバイ。バイバーイ。花マック今から。バイバーイ。